スンマの戦いは冬戦争の間に起きた戦闘。レニングラードビープリカンの主要な町スンマとそこを通る道で行われた。ソビエトはスンマ地区に築かれた防衛線を破ることは難しいと考え、10km 東部のラハデを攻撃した。目論み通りソビエトはこの地を攻略してフィンランド軍の保持しているスンマ地域を取り囲む体制になった。 ソビエト軍は包囲の優位性を活かし全面的に攻撃を仕掛け、フィンランド軍をすり減らす予定であった。最初の大きな偵察行動がフィンランドの防衛戦に始まった。11日間にわたってすべての戦線が止まり、2月11日にはわたって偵察が続いた。2月12日にはラハデ地区にあったフィンランド防衛戦の小さな穴が災いを招いた。 ソ連軍はこの隙をついて襲ってきた。この時、マンネルハイム戦の多くの場所で兵力の穴が発生していたため、このような話は十分に取り扱われていなかった。しかし、この機に及んで重大さを理解したマンネルハイム将軍はビープリ北方に痛む傷の第五不評師団を反撃のために前線に送った。 この唯一の予備兵はすぐに前線に送られたが、3個連隊のうち1個連隊のみが到着し、残りの2個連隊は多方面に分散した。最終的に防衛線の穴ではたった2個大隊のみが反撃、ソ連部隊に反撃した。しかし補強されたソ連の2個連隊を前に反撃も長く続かなかった。この攻撃でフィンランドは多くの死傷者を出し、多くの統治下が占領され、 もはやソ連軍の通過を阻むことはできなかった。ソ連は沈黙を守る努力をした。ソ連軍の戦車大隊はラハデドーの交差点まで進んだ。完全に近い勝利をロシアは手にし進行を止めた。多くのフィンランドの中隊は戦力を半分に縮小していた。ある中隊は110名のうち86名を失った。14日から15日にかけて、 フィンランド軍は、スンマ地域からの撤退を始めた。15日の朝、ソ連軍は空になったスンマを100両の戦車、ニコ師団で占領した。この午後マンネルハイム将軍は防衛線を放棄し、中間線まで退却する命令を出した。翌16日から、フィンランド軍は防衛の要であったマンネルハイム線から撤退、戦線を縮小した。これを機に、 フィンランド軍のカレリア地況での戦線の維持は難しくなるのである。ありがとうございます。